日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらミスタードーナツとすみっこ暮らしがコラボした小型ドーナツ6種を食べたいと思います。かわいいですね、どのキャラクターも。そしてドーナツも緑色は何なのかな。スイーツで緑色、きっとずんだのイメージがあるんですけど、果たしてこれもそうなのか、気になってきました。それではチャンネル登録よろしくお願いします。そこの気になっている、ちょっと見えづらいですけど、緑色から食べていきたいと思います。何味かな。ではいただきます。かわいい子に癒されて、甘いドーナツ食べられるって本当に幸せなことだとあなたも思わない？そうですね、最初ずんだらと思っていたこの緑は、あ、違います、甘酸っぱさが広がってきたってことはあれですね。他にも香ばしさやちょっとシュワッとした食感、さらにはコリコリというおなじみのミスドや、なんだろうな、ちょっと珍しいむせかけたものもあって美味しいです。すみっこ暮らしかわいいな。なんかアニメとかやってたりするのか、ちいかわは見たことあるんだけど、今度触れる機会があったら触れてみようかな。あなたはすみっこ暮らしについて何かご存知ですか？コメントで教えてくれると嬉しいです。では詳細なレビューはこの後すぐ。ごちそうさまでした。まず最初に食べた緑色なんですけど、ずんだかなと思ってたんですけど、食べてみたら甘酸っぱさが広がってきたので、多分青りんごですね。りんごは赤くなると健康にいいのかな。でも青いものでも甘酸っぱさがしっかりじゅわっと広がってきて、いつものりんごとはまた違った美味しさがありました。青りんごも なかなか侮れませんね。で他はやっぱりさっぱりとした甘さのソーダやシュガーコーティング、ホワイトチョコ、ザクザクが美味しいチョコクラン、いやチョコじゃないな、クランチ。そしてもう一つあったんだけどな、そうだ、きな粉だ、きな粉、香ばしいきな粉でもミスタードーナツの中では比較的おなじみの味です。クリームがないのは生地がおそらくエンゼルクリームやカスタードクリームと同じイーストドーナツ系の生地だからではないでしょうか。クリームが欲しい方はそちらを食べてくださいということなのかもしれません。いずれにせよ一口サイズで食べやすいドーナツで、可愛いキャラクターもついてくるとってもお得なドーナツになります。もしあなたがすみっこ暮らしがお好きだったり、特に青りんごが愛しているのであれば、ぜひ食べてほしいですね。あぶね、唇噛みかけだ。というわけで今回食べたミスタードーナツ×すみっこ暮らしコラボドーナツは、特に青りんごが美味しかったので今回の代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。